ゴールドレーベル2箱目の開封です。ふう、イエー、いけ、開けろ。開けちゃいます。当たりの予感。大谷さん出たら当たり。大谷さんじゃなくてもいいんだけど。大谷さんだよ、まあ、なんかビッグヒット引きたいな。たまには。たまにはな。あ、こちらサインです。もう分かった。うん、いや重さ全然違うけどな。2,4,6,7パックですね。2パックずついきます。まずフランク・トーマス、カーショー、ゲレーロ、お、50シリのイチローさんじゃ。お、日本人選手、いいじゃないか。すげえ。お、アクーニャ、ジャス、ジュニア多い。ロバート、ゴールドシュミット、イチローさん、ええやん。いいの出ました。いいの出ました。イチローさんのシリアル。ホセ。お、シャーザーじゃん。150シリ。マックスシャーザー。噛みそうな。お、トラウト。あ、35シリ。そんなあるん。こんな中途半端なこんな中途半端なシリアルあるんじゃ。イエリッチ、へえじゃな、こんなのあるとは。シリアル3枚、すごいや。え、前、あれ前2枚だったな。当たりか。なん、あら、あ、メモラ50シリ。え、フレーム入ってないいや、これはあれよ、ケースヒットじゃなかったかな、これ。へえー、多分スモルツ、ジョン・スモルツ知っとる。うん、聞いたことある。うん、ケースヒットこれかまあ当たりっちゃ当たりか、ケースヒットなら、すごい。何かはよく分からんけど、すごい。でもちょっとメモラがしょぼいよな。どこやねんってやつやな。せめてパッチ欲しいよなはい、ラスト、ラスト。あ、もう見えたな。見えたな。3枚入りかいな、これ。うん、俺は見えてない。じゃあ見えてない。1枚、はい、はい、オブリージュ、はい、こちら。あ、見えてしまうね。もういいんじゃない。ん、あ、裏じゃな、これ。うん、ね、とりあえずこっち見んの。こっちの、これ見んの。あ、これ見るこれ反対向けて、うん、はい、はい、ルーキー、うん、はい、行きます。はい、頼む頼む。うん、もう違う違ったそんなのかぶらんで違う、誰だこりゃ。じゃじゃん、はい、はい、あ、クルーズやない。デラクルーズ、クルーズさん、ブライアン・デラクルーズ。ルーキー、ルーキー、どうなんですか。詳しい人、詳しい人教えてください。いろんなクルーズおる気もわからんな。うん、トム・クルーズしか知らない。いや、それはそれは違うそれ違うことだけは確かじゃん、うん、あ、でも結構今回当たりなんじゃない。シリアルが多くて。そう、シリアル3枚、いや4枚か、これ。メモラ、メモラな、イチローさんのシリアルも入って。当たり感はあるけど、当たり感あるけど、申し訳ない選手を知らんけど、うんちょっと野球に詳しくないので。詳しい人コメントよろしくお願いします。以上となりますかね。うん、もうこれで最後やな。うわー、開けたなるな、ちょっとまたいいよまたいい、まあ、こんなもんでしょう、うん、よかった方、よかった
方かな。うん、ケースヒットなかなか当たらんのやけど。確かに。うん、ということで、さようなら。さようなら。